ちな。この辺はどこなんだろう、長山でいいのかな、市街地に向かっています国道、39で、この左右にの道が旭川あの環状線、旭川の、 あの市街地の周辺をぐるっと一周する道です。でいつもはあの今あの東町の方、まあ、ピップから来たんですけど、姉の家に行くときいつもはここで曲がることが多いんだけど、その前にもう山の中の動物園の方を通る方が信号ないんで多いんだけど、今日はですね、今年初めてこの市街地を通って、旭川の姉 の、 あの神楽丘にですね、行こうと思っています。まあ、この後大雪通りだとかなんかそういうとこ通って、その後あの市の中心街の方に入っていきます。四条何丁目とかね、そういう場所。古仙橋を今渡るんですね。あの石北本線が北見の方へ行くあの鉄道ですね、遠軽行く、それを越えて、そしたら新旭川駅だとかですね、そんなのがあります。こうですね。これでまだすぐ市街地に入るわけではないんですよ。まあ、そんなことで、あ、ここで、左側にパルプの工場があります。巨大煙突で黙々と、あれ昔はね、廃液をね、石狩川に流してたんだけど、今流してないのかな、そんなに浄化してから流してるみたいな。